本日のはが国の予備試験、論文式試験の分析会の方ですけれども、えー、まず民法の方から、えー、分析会の進めてまいります。えー、と担当しますのは、レクセンに講師の田中です。よろししくお願いいたします、えー、と本日です、ね、えー、まあ民法から、えー、まあ憲法、刑法という形でまあ分析会の進めていきますが、まずまあ最初、民法という科目になります。でまあ、一応今年の民法に関しては問題については分析会資料という形で、えー、とまあこの民法という冊子と、それからあと私の方で公師、えー、レジュメという形で一枚紙の方を出させてますので。 その一枚紙の方の方でまあ解説をしながら進めていきます。でまずあの今年の出題傾向に関してはまあ昨年からちょっと変わったんですよね。 えまあ令和4年から出題傾向としてはまあ,ある程度、もまあ話としては続いているけど実質的には、設問1と設問2が完全に分断するような形のものという形でえある程度、証文が2つに分かれているという意味が結構明確化したものまあ特にこれだと出てくるのは刑法なんかもねえ結構明確に設問が分断化するという傾向があってまあ今年の令和5年に関してもまあそれに関しての出題傾向を踏襲しているものかなというところです。なののののででそれれれだけ問問題ががあるるるる程度分断さててい,るっていうこととこかからす一一個個聞も まあそこまで応用的なものは聞いていなくて、まあ、基礎的なものから標準的なものについて正確な理解、まあ、特にまあ再建法領域に関しては条文に対する知識というか、ね、条文の実際に事例の適用みたいなところを聞いているという点はあこれまでのまあ近年の傾向に近いものかなと思いますで、まあ、具体的にちょっと問題の方をちょっと確認していきますが今回、まあ今年に関しての質問については質、まあ、問1と質問2が明確に分かれているという形になります。で一応問1で聞かれてていいいることとについては、まあ、いつはもと同じ ような形ですね。あの,質問の指示がありますから B の A の対する請求が認められるかどうかまず1つはこれですよね。 請求が認められるか否かというところ、それから認められるとした場合、どのような範囲で認められるかについての2点を、まあ、法的根拠を明示しつつ論じなさいということですから、まあ、もちろんこれはまマストのところとしては、これの指示に従って書いていただくと、まあ、いうことは必要になってくるんだろうということになりますよね。で、一応、なおの後に、一応、利息と地損金は検討必要はないということですから、まあ、端的にこの問題を踏まえて、まあ、一番最後に書いてありましたけどとりあえず、ここですよね。 B が請求しているのは請負い契約が有効に成立より、功の修復ができないのが A の問題であるとして A に対して250万の支払いを請求していますからこの200万円の支払い請求権が認められるかどうかと認められる場合のその範囲というものについて答えていくということになります。と、えー、ということですね でその上で一応、問題文の中に通り A がまず反論してますからこれに対しては必ずあのヒントというか誘導になってますから、えー、まあ実際に問題としては A は本件請負い契約は無効であるとで仮に有効だとしても、えー、まあ現に修復されていない以上金銭を支払う必要はないということになりますから、まあ、この後まあ,あの問題文で検討していきますが今回受請負い契約ということになりますからこの請負い契約自体の有効性をまず,まず論じてくれということですよね。 受け入れ契約がまず有効かどうかということを論じてくれということとそれからもう一つは実際に修復されていない以上金銭を支払う必要はないということは、まあ、一応、仕事未完成に関する主張が出ているということですよね。 えまあ一応これはだから生の事実から一応法的なまあ解釈が必要になってくるのでまあ法的に構成すればまあ契約のまあ有効性ですよねえそれからあとはえ仕事の未完成というところをまあえ聞いているんだろうということは予想できますじゃそれ踏まえて簡単に問題まあ一応読んである前提になっちゃいますけれどもえーさーっと見ておくとまあ A がとりあえずえなんかコットマニアのやつでで B がえーなんか専門の修理業者みたいな人とで A が令和五年一月頃にまあ経年劣化が激しいことに気づいてえそれで でこの自宅を訪れた B にこれを見せて修復を持ち帰ったとで B としてはこれはもうちょっと考え直した方がいいよって言ったけどなん、まあ、とかやってくれということで最終的にこの事実さん令和5年7月1日に B との間で B の店舗においてこの契約が結ばれたということでまず契約締結日は7月1日ですよねでで契約内容としては予託として令和5年7月15日までにこのこうという掛け軸ですかね掛け軸を予託することそれからお損を、まあ、鑑賞可能な程度まで修復して1年後で ですかねえー、令和6年の7月15日まで返還するとで A は B に対して報酬250万円を公の返還と引き換えに行うということですから、まあ、特段報酬の支払い時金についても、まあ、民法の原則ど、えー、こり返還と引き換えということですから、まあ、仕事の完成とともに行うということになりますから一応、民法の条文でいうと。 一応今回、物の引き渡しが入ってくるようなこれ請負いということになりますからまあ原則通りですかね633条の問題ということになりますね仕事の目的物の引き渡しとまあ同時に払うということになりますね。で、一応この時にまに本件契約前に大丈夫かいなということを B は A に聞いてるんですよね。B は A に対して本当に大丈夫かいって聞いてるんだけどきちんと保管してるから大丈夫だという回答があってでまあ B は。 念落ちたんだよねもうこれ、修復不能だという、知りませんよという念を打った上でやっていると、A は、まあ、実際、予想通りじゃないけれども、まあ、実は大ヒント、ここですねあの、契約に先立つって書いてありますね、本件契約締結に先立つ6月15日までにもはや本件損傷が生じているということになります。 A は本件契約の交渉過程においてはまあ問題ないと答えるのみで放置していたため請負い契約締結時点では損傷の事実を知らない状態で契約を締結しているとでその中で令和5年7月13日に物置から、まあ、これ契約締結後に物置から取り出したところ本件損傷に気づきもう直ちに B に連絡をしたと、まあ、いうことです。 まあ、B としては、えー、この本件損傷を確認する前での間に40万円を支払っていたという、まあ、こういうい事実関係になります、えーまあ、ちょっと事実の経緯については、まあ、ある程度、そんな長くないところですので、えーまあ、けもうポイントになるところはまず契約締結前の段階で、えー、この本件損傷が、えー、あるということですよね、そうすると、まあ、本件契約が締結された時点で、まあこのまあ、実際に干渉可能なまで修復するというこの括弧2の請負契約上の義務はそもそも履行不能なんですよ。 だから一般的に言うと原始的不能の問題ということになってきますからまずはそのポイントになるのはその契約が締結される前の段階ですでにこの B の債務は履効不能な状態になっていると、まあ、社会通念上、履効不能な状態になっているということ。ででそれを踏まえて えー、おそらくこの A の、えー、本件請負契約は無効であるといういわゆる原始的無効の問題についてまず聞いているということになるでしょうじゃあそれではレジュメの方で、えー、少しいろいろ考えながらやっていきますが、まあ、まずは今回 B の請求の根拠を聞いてますから請負、まあ、契約に基づいた報酬け支払い請求であるということはこれは請負契約に基づいてというのはもう事実8の一番最初本件請負契約は有効に成立しておりと。 まあいうことですから契約に基づく責任追及であることが前提であることはまず言えるでしょう。なので、本件請負契約に基づく報酬支払い請求をしているということになる、B としてはまず、やっぱり請負契約の成立自体が無効というのがまず最初、いわゆるあの原始的不能の問題ですよね。で一応、仕事完成債務が原始的不能である以上は、請負契約の成立自体が無効であるということは、A としてはまず、主意的に主張するでしょうと。 でこれに関してはもういろいろ理由付けを立てられるけれども、これ、正直、答案戦略の問題として、閣僚がこれ、設問1、2って結構多いですから、原始的不能だとしても、契約自体は有効であるっていうのは、改正民法上はもう明らかですよね、412条の2の1項から、結局、履行不能なものは請求することができないということで、結局、請求することができない債務として存在するわけだから、原始的不能だからといって、契約が無効になるという。 まあこれはあのちょっとまあ勉強学習経験が長い方はえ改正前民法なんかでは原始的不能の場合には契約自体が無効になるんじゃないかって議論はあったけれどもえこれはもう改正後民法の規律においては412条の2で共にもう,もう原始的不能だろうがねもう履行不能なものはとりあえず契約は成立するとしてもう履行請求できないんだっていう問題としてえ扱われることになりますよね。 であとはですねあの一応無効であるとの主張の中で、まあ、B としてはこれ、まあ、書かれた方少ないけれども一応、原始的不能の後に言ってみれば錯誤取り消しなんかも1つ検討はできるかなと思いますあの要はこの契約自体がまあ原始的に成立が有効だったとしてもこの契約というのは結局あの、まあ、問題としてはあのこの修復不能であるかの事情について知らずに契約を結んでいるわけですよ。 つまり修復が可能であるというふうに思って契約を結んだのに、えー、実際蓋を開けてみたら修復が不可能だったということであればいわゆるまあかつて同期の錯誤と言われたやつですよね。えー、として95条,95条1項2項に基づいた錯誤取り消しの検討は一つあってもいいのかなと思います要するに無効っていった時に成立自体が無効であるっていうことはもちろんあるけれども約成立自体が有効だったとしても取り消せば121条で無効ですから。 取り消せば1 2 0条無効ですから、まあ、95条1項2項、まあ、つまり法律行為の基礎とした事情、まあ、今回は、項が修復可能な物品であるという事情について真実に反する錯誤があったんだということで取り消すことが検討されうるんだけどただ、ま重過失あるよねこれ事実関係見ればね。 実際にこのことに誤審してました、確かにね、こうが修復可能であるかどうかということに対して、現に錯誤に陥っていたことや、えー、まあそれに対して、修復可能ならばということについては、まあ、目次の表示は少なくともあっただろうと、まあ、修復可能であることを前提に修復頼みますから、まあ、少なくとも修復が可能だからお願いするんだよということに対しては、まあ、明示、まあ、ということは言えるかどうかあれですけど、まあ、いくらかかっても修復したいぐらいのことを言ってるから、まあ、一応、少なくとも表示はされてるだろうと、まあ、いうことから、95条1項に、 2号とそれからまあ2項の要件は満たすんだけど、まあ、少なくとも A はこれ確認を全く怠ってそのまま契約締結に至ってますよね。 この本件修復が発生していることについて本来、えー、調べれば分かるのに全然それやることなく、えー、ほいほいって契約結んじゃってますから、まあ、少なくとも重過失があると、まあ、いうことは前提としてよいだろうという気がしますで一応、そうするとまあこの契約の無効に関しての主張についてはこの辺りになってくるかなというところですで正直、次がこれは分かれるところなんですよね、えーまあ、実際今回250万円の契約が成立しているということを前提にまず前提確認すると請負い契約の最初の出発点と として、その仕事の完成後に報酬請求ができるっていう話ですよね。で、そもそも報酬請求権がいつ発生するかって問題です。で、これは正直なところ、結構対立軸があって、あの一応通説的な見解はもう学生契約であり。以上はね。 請受契け約受けは学生契約である以上債権の発生原因というのは契約で発生原因と考えられるからとりあえずその報酬請求権自体は契約締結時点にもう成立、発生しているとただし仕事の完成後にそれを行使することができるんだとつまり請求することができるのは仕事完成後なんだけれどもその報酬請求権自体の発生は契約締結の時点で存在するという見解に立った場合には536条の問題になるわけですよ。 つまりいわゆる仕事の債務が履行不能になったときに報酬債務がそもそも履行できるかという話でしょ請求できるかという話でこれ最初の前提として私の方で触れておくとあのそもそもあのもう1つの考え方というのはつまり仕事の完成と同時に報酬請求権は発生するからそもそも仕事が完成されていない段階ではそもそも報酬請求権自体が存在していないという見解。 でこの見解に立った場合そもそも同時履行の問題にはなり得なりいんですよねそそもそも例えばさらに言ってしまえばそれが要するに総務契約のような両チまだ債権が両方に対立する債権が発生してないからその場合は同時履行の公弁権の問題も出てこないことになります。なので一応、まあ この時債権の発生が契約締結と同時に一応債権が発生しているかどうかについては一応の言及があるとと丁寧かなと思います、まあ、特に今回の問題は論理矛盾を避けたいというのがありまして、えー、もし仮にその契約締結の時には契約として、えー、債権はだまだ、あ、報酬債権は発生していなくてで仕事の完成とともに報酬債権が発生するという見解に立った場合そもそも あの代金請求に対しての同時履行の抗弁あ、ごめんなさい失礼しましまた代金請求に対する同時履行の抗弁とか、まあえー、そもそもそういう議論はまずそもそも出てこないということですよね、そもそも報酬請求権ないわけですからいいよ、ね、そもそも報酬請求権がないわけだから、それで切ってしまうということになります。 いいですねだからまあちょっと最初にやっちゃうとこの仕事完成後に初めて報酬請求権が発生するという見解に立った場合はえそもそも仕事完成後にしか報酬請求権は発生しないわけだから仕事が完成していない以上は報酬請求はおよそできないという結論で説問1は終わることになりますすいいですねそうするとその時にあの問題になるのはその40万どうするかという問題になります。 であとは40万円どうするかの話はここからやりますけれども、た、まあ、だから一般的には言われているのは、報酬請求権自体は、学生契約である以上、一応発生していると、つまり、えー、仕事完成後に報酬請求権が発生するのではなくて、もうすでにあのここにも書いてありましたが、請求権の行使は仕事完成後にのみ認められるけれども、えー、請求権自体の発生は請負契約の締結時に発生していると。 まあこの学生契約を根拠とするならば、えー、一応、その時には例えば代金請求に関して履行に代わる損害賠償請求が観念できますよね。 えー、少なくとも、えー、代金請求権に対して、えーまあ、実際報酬請求か、報酬請求が行われたときにこちらとしては仕事やれやっていう請求があるわけですよ。でその仕事やれやっていう請求が社会通念上、履行不能になっているとしても履行に代わる損害賠償請求権という形で、えー、存在しているならば533条括弧書きで、えー、実際に同時履行の公弁権で、えー、対等額の拒絶ができることになります。 でまず考えられるとしたらそこでしょうね、まあ、少なくとも出発点として、そもそも報酬請求権があるかどうかです、ないんだったらないって言って終わりですから、で一応、存在はしているとで、存在しているという前提で、じゃあ、どうやって拒むのかっていう問題になってくるわけですよね。はいでえー、一応、考え方としては533条括弧書きとして、履行に代わる損害賠償請求権との同時履行ということは、まあ、一応、ありえるのかなとは思いますが、ただ、少なくともあれですかね。<laughs> あの奇跡性がないですよねあの履行に代わる損害賠償請求ができる前提としてこれ425条,しし、えーね、条の2項本文として全項の規定によりというのが、えー、くっついてますから少なくとも履行に代わる損害賠償請求として、えーまあ、言ってみれば、えー、その仕事の完成に代わる損害賠償を請求するためには、えー、履行不能については B の奇跡性が必要になりますよね。 でただ今回の時系列を見ると B に履行不能になったことに対する奇跡性はほぼ見当たらないでしょう,もう B としてはもう慎重に確認を進めてますから、えー、そうするとまあ B にこの履行不能になったことについての奇跡性というのはなかなか見つけられませんので、えー、一応これについてはあのー、一応奇跡性は。 え必要だよということからするとまあ B の軌跡罪なので難しいかなというところだと思います。であとはまあ今回書きませんでしたが、えー、まあ一応同時履行の答弁だけれどもこのえ実際、仕事の履行に代わる損害賠償と報酬債権についてはこれはあの判例上同時履行を認めてますよね。あの本当は仕事完成が先履行だから 仕事完成が先履行だからそもそも同時履行の抗弁の問題にならないというのが一応論理的にはあるけれども、まあ、判例上、あれですよね実質的には代金減額的な意味を持つから、えー、実際履、まあらねえー、履行に代わる損害賠償請求といわゆる今だったら追加請求とかもそうですよねいわゆる請負における追加の代わる損害賠償とか履行にわる損害賠償請求とそれからえ報酬請求については判例上同時履行の抗弁権を認めてますから一応そのことを指摘できるともより丁寧かなと思います。 ということからすると、そもそも同時履行の抗弁権が果たしてこれ主張し得るかって問題はあるけれども、まあ、先ほども言った通り、請、えー、負いにかかる報酬請求権、あごめんなさい、そうだね、請負いにかかる報酬請求権と、えー、それから、えー、追加ないし履行に代わる損害賠償請求権との、えー、まあ、言ってみれば同時履行の抗弁というようなその全額に対して認めるっていうのが判例ですから、まあ、それを踏まえて一応その主張をしているっていうイメージです。ここはね、まあ、それを言ったからここの部分はそれを踏まえた主張ということになるわけですよね。 であとは、これはちょっと難しいなってなったときに、じゃあ今度は、えー、一応、報酬請求が発生しているということを考えたときに、じゃあ,、えー、あの一応、仕事の完成とそれのまあ同時、履行拒絶ができるかって問題になると思うんですよね。で、まあ、履行拒絶については、これ、見解は分かれるかなと思います。あの正直、何が正解筋っていうのはなかなかなくて、まあ、実際、例えば、えーまあ、今回は仕事の未完成あ、すみません、仕事の完成債務が履行不能になったわけでしょ。 で一応仕事の完成が履行不能になった時に反対債務たる報酬債権が請求できるかって問題なわけですよねでその時に536条1項による履行拒絶ができるかって問題になりますそうするとまあ今回はこっちは A の奇跡性の問題になってきます、まあ、この履行不能になったことについて A に奇跡性があったかどうかという問題になるよねであとはじゃ A に奇跡性があるという見解に立った場合には、えー、まあまあ言ってみれば あ、だ、こ性がないという見解に立った場合は、多分根拠はね、利効不能になったことは、もう究極的には経年劣化によるものだから、この履行不能というものは、A の奇跡性というふうに判断するのはしんどいという場合であれば、履行拒絶が可能という結論になるだろうと。で、一方で、えーまあ、B による保管状況の悪さっていうのが根本的な原因だと、まあ、いうことであれば、A に奇跡性はありますから、536条2項で、履行拒絶できず250万払えっていうことになるでしょう。まあ、そうするとと、まあ、大きな骨組みとしては えと一応、あ,あれかな、この立候補に代わる損害賠償請求権との同時立候補の神戸はまあ認められないというふうに考えられるわけで、そうすると、あとは。 その仕事の完成が履行不能になったとことを前提にその反対債権であるところの報酬請求権を A が拒絶できるかという問題で A に奇跡性があるなら拒絶できないわけですよね。だからもしここで A に奇跡性があるということであれば、まあ、この罰のほうかな奇跡性ありということであれば A の保管状況が根本的な原因であることからすればこれはあごめんなさい250万円の履行拒絶ができないことが536条2項で基礎つけられることになる。でただ じゃあ、全額拒絶できるかって言ったら、これ、条文問題です。五百三十六条二項があること、あ,あ、ごめんなさい、五百三十六条の二項。正し書きがありますから。つまり、一旦は二百五十万払えってことになるんだと思うんだよ。一旦は二百五十万払えってことになるとは思うんだけれども、ただ、五百三十六条二項。正し書きを見ると、こんな条文がついてるんですよ。えー、つまり。 債務者は事故の債務を免れたことによって利益を得た時は債権者に償還しなければならないという条文がありますからこの40万円部分を超えた210万部分は仕事をやらなくてよくなったわけですよ。 B と,ね、B としては修復しなくても良くなっているわけですからそうするとこの210万円にかかる部分は本来仕事の価値になるものだろうねおそらくね仕事そのものの価値に当たるような210万円部分については自分が仕事を完成しなくてよくなった言い換えれば事故が債務を免れたことによって利益を得た場合と言えますからその部分については210万円を返還しなきゃいけないんですよ。 そうすると、えー、この条文の建て前としては奇跡自由が A にあったという場合にはとりあえず A は536条2項本文で250万円を払いますだけれども一方で B は自分の仕事をしなくてよくなったわけだからその分210万円の仕事相当の利益というものを得てますからそれを210万償還するとつまり250万いって210万戻ってって行ってこいの関係になりますから、まあ、通常その部分の総裁で40万ということになるかなと、まあ、いうのが一つの回答筋になります。 奇跡性がないとした場合には履行拒絶できます。で履行拒絶することができるとして報酬請求250万全部拒めるとしてじゃあこの払った40万どうするんだっていう話ですよね。でこの払った40万円はどうするかって言ったら判例上は契約が有効であることを前提に まあ実際契約の締結前のおそらく説明義務違反であったりとかいわゆる審議則上の告知義務であったりとか審議則上相手に損害を与えない義務っていうものがありますよね。でまあいわゆるあの判例でいうとあの一種の入りってやつあの契約が締結する前に生じた審議則上の義務、まあ、例えば契約を締結するか否かに影響を与えるような重要な事項に対する告知義務っていうのが契約締結前にも存在していると。 ただこの契約締結前に存在している義務というものは契約によって発生したということは見えないわけですよね契約締結前に生じているわけだからだからこれが要するに契約債務だって見ることは一種の配慮だという判例がありますなのでその時は不法行為でしょうね契約締結前の審議則上の説明義務ないしは何らかの,その,契,約上の,あの契約締結前における審議則上の義務違反の問題と捉えれば、まあ、契約によって成立したんではなくて不法行為責任として7 0九条に基づく請求をすると、まあ、いうことになるんだろうな であとは、これ、ただし415条で書いたら間違いというわけでもないかなと、一応、予託義務が一応あるのよ、A に、これ、事案上。 A は修復のために予託するという義務があるからそれの債務不履行の問題として捉えるという見解も一応まあなくはないかなこれは自説をちゃんと展開できればいいかなと思うんですがただ自然なのはやっぱり不法行為責任かなって気がするこれもし仮にこの履行拒絶 OK として250万円の報酬全額を拒むとしたときにじゃあ40万円無駄な出費があるんだってことが残っちゃうわけですよ。 250万円の報酬請求全部排斥できますよってことになったとしても結局 B からすれば40万円余計な金で払ったからこれなんとかせいって話になるだろうからそれはおそらくは契約締結前における審議則上の義務違反を根拠とした不法行為責任っていうのがまあ自然かなと思いますで一応、設問1に関しては、まあ、個人的にはこれルートとしてだからたくさんあるとは思います。 あの少なくとも、丸る1、ま2についてはそんなに変わらないけれども、あの少なくとも契約の,この債務で、ねえー言,ま、言い直します、この報酬請求権がそもそも発生してないという見解に立った場合には、この要するに同時履行の抗弁の問題とか、危険負荷の問題はおよそ出てこなくて、もっぱら40万円の損害賠償の問題になるでで、契約締結がもし有効で、そして報酬請求権自体がすでに発生していると。 契約締結時点で発生しているということであればまさにこの仕事未完成の段階で同時履行の公弁権、まあ、履行に代わる損害賠償請求との同時履行の公弁とかそれから利険負担の問題みたいにあっちが持っている報酬請求権を排斥するという議論が必要なわけつまり報酬請求権をそもそも否定するのか報酬請求権の存在を認めた上で排斥するための533条や536条を検討するかと。 まあいう問題になりますから、そこは自説が展開できていればいいかなと思います。あとはちょっと細かいけどね、さっきも触れた通り、この533条の問題については、請負いの報酬と、その仕事の履行ないし、追加に変わる請求が、あの判例上、同時履行がなっているよということは、一応、なんかちょっと豆知識ではあるけれども、な分休止の問題なんかでちょこちょこと出てたりしますので、ね、確認しておいてください。はいということです。あああとはまああの 履行拒絶ができたという場合と、あとはまあ繰り返しになりますがえ、250万円について全額履行拒絶ができるとした場合や、そもそも報酬債権がそもそも発生してないって、見解に立った場合には、この40万円をどう請求するかっていう問題に生きていくと思います。まあ、一応、ただ、あのそこの部分をまあちゃんと説明できればいいかなという問題です。で、あとは設問2についてはまああっさり目になると思いますえ、一応、まあ事例問題として一応設問にはやってることになりますが。<laughs> まあ一応、この本件委託契約という形で委託がなされていてでまあ委託の内容についてはまあまあ事前に読んでおられること,をちょっと前提になっちゃいますけれどもまあ要するに、すごいざっくり言えばそのコレクター C が持っているつぼ o があってこれをまあ B のところの確か委託するんだよね。 でそれでそこで展示していてお客さんがその興味を持ったお客さんとの間で、えー、実際にその販売権限を与えるんだよねそのコレクターの持っている壺を実際にその。 与えるというか、ね、その引き渡してでそれでまあ B の名において、まあ、お客さんがもし、ね、B の店舗内でお客さんに見せて買いたいって人がいたらもう販売権限を与えるとでもしこれ、販売した場合にはその契約が BC 間での売買契約が締結してオツの所有権は B から C に直ちに移転するものとすると、まあ、だからちょっとこの後説明するけど厳密に言うと代理ではないんだよね。 えー、厳密で代理ではないんだけれども、まあ、イメージでは代理にはすごい近いですよね、その要するに B の名前で、えー、実際、C の壺を売ると、だから他人物売買なんですよ、えー、B の壺を売ります、B の壺を売ると、まあ、BC B とそのお客さんとの間で壺の売買契約が締結されてで、そうなると、そのコレクターである C と B との間に当然に売買契約が締結して、所有権が C から B に移り、でそれで B とお客さんの間に売買契約の基づいて所有権移転すると、まあ、そういう契約になってて。 で,、まあ、で販売する前に C から返せと言われたら販売権限を失うんだというこういう中で、えーまあ、事実関係としてはお客さんがやってきて200万で買いますよということをやってたんだけれどもその交渉経過の中で、えー、最終的に売買契約を、まあ、実際まあ書いてある通りですけれども、えー、どこだっけなこここですよね、えーまあこの交渉経過の中でこの契約条項3に基づいてもうやめろと。 と、えー、いうことでその C と B との間でこの、えー、委託契約の契約条項3に基づいてこのオツの返還を請求するということをやったんだけどそのまま,そのまま交渉を継続して売っっ、売っ払っちまったとでうえー、その上で最終的に、えー、と確かこれ、あれですよね。えー d が c に対してオツを引き渡せっていう請求をしてきたという問題で、その中でまああとまあ、ちょっと変則的な問題だけれども、これあの穴埋めすればそんなに大変な問題ではないです。あの要は要するに交渉経過の中で、あの乙の所有者が c であることを説明しない中で、えー、オツの所有者が c であることを説明しない中で交渉が進んでいってで最終的に、えー、その b が所有者であると信じてまあ、ここでね。まあ、ここの部分だけちょっと見るとその。 この交渉経過の中で、えー、実際にこれはね私のもんじゃないんだよってことは説明しない中、えー、B が結局、D か、えー、D が信じてたっていう事案ですよね。そうすると、これちょっと戻ると、結局のところ、設問の2に関しては丁寧にやれればよくて、まあ、あの主張反論を組み立ててください、D が C に対して所有権に基づく動産引き渡し請求したんでしょう、動産引き渡し請求したと。でだけど、これ無権利者なわけですよ、えー、B はね。 ですから無権利者だから D は所有権取得できないわけですよね。でもうこれ単他人物売買で C も追認してませんから、えー、他人物売買と。とすれば結局はその、えーまあ、言ってみれば承継取得の線はちょっと難しいですよね、えー。所有権について他人物売買である以上は原則できないからだからまあ今回、動産なんで即時取得による原得を検討すればいいからあとは要件充足性を見ていったきにこれが占有改定だってことに気づけばいいわけですよ。 実際引き渡しを受けているけれども、まあ、専有改定による引き渡しだから、判例上は専有改定は即時取得の対象にならないというのがありますので、そうすると、即時取得はできないよという見解に立てば1つの見解です。で、あとは今回の事実関係、あえて言ってるのが、なんかね、外観上の変化が結構見えるようなことをやってるんですよね。売却済みの表示を施して えまあまあこれはもう占有改定でよくあることだよって言われたらそこまでなんだけれどもえ一応これ占有改定によって即時取得をここでしたかって問題なわけですよ。これだね D に対してえオツは以降 B のために B に保管すると告げてえこういうことをやってるからこれが占有改定による引き渡しになってるわけで,でこれで即時取得というものはちょっと難しいのかなっていうのが判例の立場だけどただ即時取得が判例上認めない理由は一般外観上の変化がないことを根拠としていますからえこの売却済みの表示やあえてバックヤード に移動させたつまり一般のお客さんが見れないようなところにバックヤードま動かしたということを見ると、まあ、外観上の変化があるということから反連の射程は及ばないという見解も1つありえると思いますであとは、設問2に関してはこれはもう代理権付与の問題です。えー、問2に関しましては、えーとまあ、ここにあるとき委託契約の契約書を示して売却権限を俺を持っているんだということを言っていたんだよねで、それを信じたんだけど蓋を開けたら売却権限はなかったという話です。 とということは代理権消滅後の表権代理の問題になりますからそうすると主張反論の組み立てとしては所有権に基づく引き渡し請求の反論が、まあ、有権あ主張がまず有権代理を前提とするものとしていいでしょうでで先ほど言った通り厳密に言うとこれ代理権の授与というよりはその委託契約に基づいてなん,かそのな,んかなんとなくの他人物売買の承諾を前もって行うみたいなね、まあ、そういう風な位置づけを持っているからちょっと代理権授与とは厳密に言うと異なるのかなという気はするんですよ。 まあ、もし代理権自由だったらそもそも当然に効家帰属するはずだからいいです、ね、この委託契約の内容からすると、まあ、代理権が授与されてるっていうことであればね 代理権が授与されているということであればこんなまどろっこしいことをしなくても別に BD 間の売買契約の効果は直接 A に帰属するはずなんであ直接 C か BD 間,間の売買契約は直接本人たら C に帰属するからあのこのなんかまどろっこしいこの契約内容を見る限り少なくとも純粋にな代理権付与そのものとは言えない部分はあるんですよ。なので、えーまあ、これを例えば112条の類推と問題で考えると。 まあ代理権需要そのものではないけれども、まあ、代理権需要に類するものとして類推だって考えることもできるし、まあ、私は試験対策上ここはもう目をつぶっちゃいますあのもう70分の試験の中で、まあ、現実答案をかけていくのであれば、まあ、これをまあ代理権需要とほぼ同視してしまうと、えー、まあ代理権需要と同視してしまうという形で、えー、一応まあだからまあ有権代理と同視できる法的効果を持つとかね。 えーまあ、実際そうですよねねこれね、えー、実際に BD 間で売買契約が締結されれば、えー、結局 C、B、D って直ちに全部あの所有権移転が生じるから結局はもう、まあ、B から D に直接所有権移転するのと同じ効果が生じるので、まあ、実際に代理権自由と同様の効果を持つものであるとするか、まあ、もしくは代理権授与そのものではないとしてまあとは、えー、無権代理で代理権消滅後の表権代理をやっていけばいいと。 これ、おそらくあと1つあのちょっと触れておきたいのが最後になります、えー、代理権需要に関してこれ気をつけていただきたいのが109条の新たな受験表示という構成をしたことも考えられると思うんです。ですがあのこれは明らかに最初に見たときに代理権存在しますあの新たな代理権需要の問題で109条の問題というのはそもそも代理権が与えられてそれが代理権需要が撤回された後に万全放置した場合だよね。 いいよね。代理権需要があって、それは万全法あ。代理券需要があって、それが撤回されて、それが漫全放置されて委任状を回収しないような場合だったら、それは新たな受験表示と見ることができるから109条の問題になります。よっていうのがあったと思うんです。であればそう少なくともあれですよ。相手方がいいだね。相手方が取引関係に関与する前に撤回されている場合です。いいね。 まあつまり112条の信頼の対象というのは代理権がそもそも存在していたことにされる信頼だから、うん、あの今回の事案はもともと A が一番最初 A じゃねやえやもともとこの事案というのは A の,の段階では代理権存在しているんですよ、現にえまあ代理権に類するものがえ現に代理権に類するものがここに存在しているわけだから実際にこの代理権が存在している以上は実際にこれはまあ代,理権と代理人と言っちゃいますけれどもえ B がその売却権限がある。 客観的に存在する中で売却権限があることを認識しているんですよ、令和。その後に事後的な事情変動で代理権が喪失した、でその上で代理権が喪失した後とに、まあ、代理権というか売却権限が喪失した後に取引関係に入ってきたということになりますからあごめんなさい、売却関係がなくなった後にまだ残っていると信じて取引に入っているということだから、これ、112条1項そのものの事案ということになります。あの条のの問題っていうのは あれなんですよ、売却権限が例えばもともと与えられていてでそれが撤回された後、まあ売却権限が撤回された後にまだずっと売却権限が残っているかのような状態で新しく取引関係に誰かが入ってきちゃったとっいう場合ですよね。その時はそもそも代理権がそもそも存在していたということに対する信頼とはちょっと違うわけですよね。 なのので一応このいわゆる109条の問題とは違ってくるのは、まあ、109条の新たな受験行為の法律構成は代理権消滅行為に従前の受験表示を撤回せず漫然と放置したこと。 これを新たな受験表示とする法律構成というのは、まあ、今回はこの代理権消滅後に初めて D が現れた事案ではないわけですよね。BD 間の契約交渉時点で有権代理として存在しているので、まあ、条失礼しました112条です、ね、すみません112条112条1項の問題と考えるべきであろうということになります。 と、はい、ということで一応、一つの回答筋にはなりますけれども、まあ、大体、設問の2に関しては即時取得を巡る問題、えー、それから、あとは、えー、証文2に関しては、一応、有権あの代理権消滅後の表現代理でやりましたけれども、まあ、厳密に言うと、代理権そのものではないけれども、まあ、代理権不自由に準ずるもの、もしくは代理権自由度をしたことと、まあ、法的効果としては同じ法的効果を持つ条項であることを、えー、まあ根拠として、112条のまあ適用ないし、類推適用を指摘できると、まあ、それで十分な問題だったかと思います。まああの ちょっとまあ実際に直接の代理権ではないからね、あのちょっとは難しいところであるけど、まあ説明を見る限りやっぱりこれ表現代理聞いてるなっていうところはまおそらくはあのあとい、e、の穴埋めからも見て取れると思いますので、まあ、そこはま限られた時間の中でしっかり求められていたのかなと思います。ではそれではすみません、私の方からですね、えー、と分析会の方の解説の方は以上とさせていただきます。では民法の方は以上とさせていただきます。それではお疲れ様でした。